家でおとなしく写経してますね。正座して弟子の音高らしいです。写経という名の人の悪口をノートに綴っていると思いますね。まあまあいつかまたこうやってね、本当にまた何か何年後かにまた戻ってかれたらいいなと密かに願ってるんですが、まあそれは苦労さんしないということなんでね、待ち続けたいのと思っています。ということで2回目春よ来い。
ありがとうございました。ありがとうございました。ハリオコイでした。それでは。